こんにちは、タロタロです。早速ですが皆さん、ライズ楽しんでますか？僕は相変わらず太刀の操作が楽しくてずっとやってますが、武器の火力が高くてすぐにひるんだり、1クエストが2、3分で終わったりすると、ちょっと消化不良で終わっちゃいますよね。DA 動画を上げても3分前後で終わっていろんなモーションを見られないことが多く、参考にしたいモーションを見る前に終わってしまうこともしばしばあります。そこで今回は怪武器を使って主オーガを買ってきました。いよ、待ってました。誰？リスナーです。あ、はい。ということでリスナーさんと一緒に見ていきましょう。これが今回の装備スキルです。太刀はマガドの太刀を使ってみました。怪の時に愛用していて、怪武器の中では優秀だと思います。攻撃力高くて爆破属性で、どんなモンスターにも持っていけるよね。ですね。怪武器なのに攻撃力強化3がついてるのも優秀。そして火力スキルに鈍器使いと心眼を採用しました。マガドたちは常に切れ味が緑なので、鈍器使いで火力アップが望めます。たちだとあんまり見ないスキルだけど、緑で 1.1 倍はそこそこ強いよね。ということで早速クエスト2号。今回はお供も連れてきてません。なのでエリア4番が来たら泣いてました。ガルクに感謝してもしきれない。ほんとそれ。いつもの鬼人役グレート、怪力の種、粉塵で攻撃力アップ。今回は怪武器で攻撃力が低いので、相対的に火力バフの影響が大きいです。勇ましいイノシシが突撃していったけど、なんとか外してくれた。小型に八角取られるの渋いよね。まあ取られたんですけど。余計なことした分、電気ゲージの肥やしになってもらう。こういう時には嬉しい小型。常に切られに来てほしい。うお、ギリギリの兜割り。この主王がちょっと小さいっすね。そして兜割りで1発81ダメージ。上位装備の半分から3分の2くらいかな。強すぎず弱すぎず、手頃な火力だね。この通常時サマーソルトに居合当てれたの嬉しい。橋立ててくれてありがとう。普段は邪魔でしかないんだよな。誰が建てたんですかねこの橋。趣深い。一体電時、頭や前足が狙えない時は弱点の背中を狙うようにしてます。兜中にボタン入力すると当てやすいけど、ひるみ取りやすいのが美味しくない。太刀だとカウンターメインだからゲージない時は攻撃欲しいよね。そう、兜後はあんまりひるんで欲しくない。最近渾身の練習してた時に思いついた、左斜め AI からの納刀回避。硬直少なくスタミナ使わない点はいい。ちょっとオシャレなのもいいね。1回目の帯電解除。ひるみが少ないおかげでカウンター取れて、その分普段より攻撃回数は増えてそう。連続カウンターできるのは楽しいね。普通の装備でやってる時は AI 2回か兜1回でひるんじゃうから。連続で攻撃できるの気持ちいいんじゃ。上位武器でもこのくらい耐久あるモンスター出てきてくれたら楽しそうだね。歯ごたえ感じたいっすね。ここのひるみに兜打つと飛び越えそうだったので堅実に一文字切り。一文字切り使いやすすぎて、なかなか無双切り連携から離れられない。居合から位置調整しながら様子見で出せるの使い勝手良すぎる。アンジャナフ、呼んだ？呼んでないんだよなぁ。3分前にやってくるアンジャナフくん、DA してると結構シビア。3分切りって難しいもんね。適当に送流してごまかしましょう。送流楽しいけど、武器で楽しみたい時はあんまり使いたくないよね。送流しない選択肢も欲しかったっすね。ここでぶつけても糸絡んでる間はエリアに残り続けるからしんどい。太刀だとカウンター欲しいからね。アンジャナフ警戒してカウンター。タイマンで戦いたいなぁ。極戦強化闘技場で出してほしい。せっかくいい感じのフィールドあるから、イベントクエストとかで追加してほしいっすね。カプコンさんお願いします。飛ばしたブンブジナでダメージ入るの初めて知った。ブンブジナ横に並べて全部飛ばしたい。ブンブジナミサイルだけで倒してみた。誰か動画かお願いします。
ブンブジナに怒られてて草。猫カジバやってたら危なかった。2回目の帯電解除来たしそろそろ終盤ですね。そこそこいい火力取れてるな。この角突き、ヒットストップ読みで一文字切りで避ける癖がついてしまった。ヒットストップした後に雷パンチが来ると、この避け方が一番次に繋げやすいと思います。兜飛び越したな。ブンブジナが見えたので飛ばします。都合の悪いコメント無視する配信者の鏡。今回は飛び越さなかったな。もちろん狙ってるので。お、そうだな。一文字で様子見すぎて兜チャンス逃す人の真似です。反応おじいちゃん。超帯電中だと一文字から兜割りギリギリなんですよね。お、かっこいい。思ったより腕が伸びなくて AI 外した。兜割りから見切り、いいね。これ使えるだけで安全兜チャンス増えますね。特殊ノウトウと見切りの判断が難しい。わかる。最後気持ちいい。必殺技2アイフィニッシュ良かった。怪武器を使って5分間楽しめました。そこそこ火力出せて気持ち良さもあり、昼見にくくてアクション楽しめて良きです。モンスターの練習にも良さそうだな。ですね。いろんなモーション見つつ周回できて、DA 走ってる途中で混ぜたら練習効率いいかも。最後までご視聴ありがとうございました。今回初めてライズでゆっくり実況を作りましたがいかがでしたか？ご意見ご感想などあれば、お気軽にコメントお待ちしてます。それではまた次の動画でお疲れ様でした。